はい、えー、皆さん、こんばんは、えー、それではですね今日はのお私あの司法書士の講師である運野がですね、えー、行政書士の受験生の方々、えー、に向けまして、えー、会社法商法特典、えー、確率アップ大作戦でですすねね確率アップ大作戦です、ねえー、というタイトルで今日はの会社法の中でも、えー、会社法の中ででも設立ですね株式会社の設立の部分をピックアップしてちょっと少しでも皆さん方の特典のですね えー、足しにしていただければという企画を、えー、レックの方であの実施させていただくことになりました。もう三年目、四年目ぐらいになるんですかね。あの。<coughs> 昨年度はどこでやった昨昨年度は昨年度度ははちょっと実施しなかったんですがコロナの影響で今年はの3人の講師によってですねそれぞれの場所をお話ししていくというですねリレー形式にさせていただいておりますであの聞くところによりますと皆様方行政書士の受験生の方はですねあまり会社後に時間をかけることができないと伺っておりますので今日はそんな中、ですね設立、まあ、品質論点ですよね品質論点の設立のところの問題 これウォークモンの問題10年分の過去問を使いまして今日皆様にレジュメを配布させていただいておりますこれウォークモン本体をお持ちの方はレックのウォークモンの会社法の341問から341問目から341 九問目までですね。えこちらの問題と解説をコピーしたものです。えもし本体の方をお持ちの方はそちらご自分のえ自にご覧になっていただいても構いませんし、まあ同じコピーですから、えそしてあの皆様え自由に書き込みとしてえくださって構いません。で少なくともこの問題をえ全部解けるようにしていこうということをですね、え今年の今回のこの企画の目標にしております。もう今日この一時間半の講義の中でえ全部設立の問題はえ解ける過去問全部解いたねという ちを目指していきたいなとでもちろん同じ問題が同じ形で出るわけではありませんから、えー、あわよくばですね今年出てくるで、えー、あろう、まあ、設立の問題まで解けるような実力もプラスアルファで身につけていただきたいというふうに考えておりますで我々司法書士の試験におけるあの設立の内容というのは非常に重くあの重たい内容になってきてしまいますのであまりそういうその司法書士ほどのですね細かいところ、えー、細かくお話しするんではなくて、えー 行政書士の,その皆さんにとって確実に点を取れるというレベル設定でお話をさせていただこうと思いますもしかしたら全く設立、勉強していないという方もいらっしゃるかと思いますからもう一からです、ね、説明をしていくつもりでおります、えー、そしてあの難しいところはちょっと割愛をしてでこの341問目から349問目までの問題の中にも私はよく司法書士の受験生に言っているのは要するに捨て足って言っているんですね。 この123455つの足の。えー 知識ががすべてこの答答ええられれななければ答えが出ないもちろんそういう問題もあると思います、えー、ですけれども例えば今回この341問目でしたら正しいものは一つどれかですよねということは正しいものが一つ分かれば残りの4つの足が分からなくても答えは出るわけですでまた、えー、司法書士の試験でもよくおなじみですが342問目、えー、こちらは正しいものではないの妥当ではないものの組み合わせを選びなさいという問題ですでこれについても、えー、2足または ま3。足の正誤判断さえできれば答えは出るわけです。ですから、全ての足の正誤判断が完璧にできて完全に答えを出せるというのはそれは気持ちが気持ちはいいんですけど、それをどう？ 司法書士試験もそうですし、行政書士試験も多分試験員は求めていないんだとも思います。で、これ拝見しましたけれども、おっと思うような、ね、やっぱり難しいレベル、おなんかちょっと経路が違うなこの足だけっていうものが確かにありまして、で私も行政書士の試験、えー、合格したことありますから、えー、遠い昔ですが、遠い、えー、四半世紀以上前の話ですが、四半世紀どこの話じゃないですね。四半世紀以上前ですね。二十七年前ぐらいのあのあれですが、えー、ですから小論文があった頃ですよ。あの文章が上手かったら大体受かってしまうというね、そのあの。 非常にに本当に今の行政書士のレベルからすると申し訳なくなる程度の,あのレベルあの行政法がなかった時代ですかね行政手続き法とかなかった時代ですからもう小論文で何とかするみたいなそういう試験だったんで私は文学部出身ですから文章に関してだけは自信があったのでもう小論文だったらお手の物みたいな小論文だけで稼いだような形なんでもう当時のレベルを覚えていないんですがただあのこれに当たりまして周辺の問題をちょっと解かせていただいてですねあこれぐらいのレベル設定なんだって感覚つかみましたのでちょっと大胆にこの足は 皆さんにとっては生後判断、えー、できなくていいんじゃない、まあ、いわゆる捨て足なんじゃない、えー、要するに生後を知らないままでいた方がいいというものを大胆にちゃんとあの。 なんだえっ、ー、とこれはあ溶けなくていい足ですというようなことはあの支持していこうと思いますのでまあ、参考にしていただければと思いますもちろんね皆様方があの聞いていただいているあの本えー、あのなんでしたっけ、えー、いわゆる行政書士の講師の先生方のおコメントともし食い違っていたらもちろん行政書士のえ本場のね先生のお話の方を採用していただきたいんですがもしそういったコメントを今まで聞いていなければねもうあのいやなっていいよっていう足に関してはもうどんどん切ってでどの足でもって答えを出していくのかっていうところ。 までつかんでいってほしいなというふうには思っております。 さあそれではではすねまずちょっといろいろ考えたんですけどあの始めるにあたって、まあ、問題から解いていって全然構わないんですけれどもまず大きなあの発起設立と募集設立という2つの設立形態があるということ、えー、そこからまずはお話ししていこうと思いますであとは大きな手続きの流れだけはちょっとプレゼンターを使って、えー、メモさせていただいてから実際に問題を解いていこうかなと思っているところです。さあそれででははまずですね、えー、設立の形態は 発起設立と募集設立の2種類に分かれているのはご存知だと思うんですが、発起設立って何でした これは設立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受けていくものでしたよね。設立時に発行する株式のすべてを発起人が引き受けていくもの。つまり、あの初代株主になる人がすべて元発起人という形になっていくわけです。ですから、発起人というですね、会社を設立しようとする主催者、企画者。この方たちが設立時に発行する株式のすべてを引き受けていく。発起人でありながら株式を一株も引き受けていないということはあってはいけない けけなかったわけですですから必ず1株以上の株式を引き受けていかなければいけないで、えー、それに対して募集設立というのはまず発起人で株式をそれぞれ1株以上引き受けた上で。 残りの設立時の株式を一般大衆から募集していくということだったわけですね。一般大衆に募集をかける。で、その募集に応じて申し込んできてくれた人に割り当てをして、もちろん出資金を払ってもらって、株主になってもらう。ですから、初代株主、設立後の会社の初代株主は、元発起人と、その申し込みに応じて、募集に応じて申し込んできた、 方と二種類のまあに分かれていくということになりますこれが募集設立 日本の設立形態の98%は、発、えー、起設立だと言われてますやはりあの、えーね、今から誕生しようとする会社がどう化けるのか、どうこけるのかわからない状態で、えー、海のものとも、ね、山のものともわ、えー、からないような新しい会社に大事な大事なお金を投じようなんていう方はあんまりこう出てこない、ですから募集をかけたところで、その募集に応じて申し込みが入らないということが非常に多いからなんです。ででですからやはり仲間内である発、えー、起人だけで、えー 株式を引き受けて引き受けるというのは結局、それに意味はお金を払うということですが、引き受けて、そして発起人同士でお金を払って、設立、手続きを行っていくという発起設立のパーが98%を占めるのは、これ、いかし方ないかなというふうには思います。さあ、それでですね、その発起設立と募集設立、ちょっとその大きな流れですよ、本当大きな流れですよ、司法書士の,えあの試験とかになっちゃうと、もう手続きの流れなんていうのをプレゼンターに書いたら、日が暮れちゃうあもうもれてますけど、あの ぐらいの長さになってしまうんですが、こちらの、えー、あの行政書士の方の、えー、ちょうど知りたいところに合わせて、ちょっとまずまずね大きな流れを簡単に書いてみたいと思います。ちょっと皆さんあの目でご覧になっていただいても映していただいてもそこはお任せします。まず定款の作成が最初ですよね。あの発起設立であろうが、えー、あの。 募集設立であろうが、定款の作成というのが、まず最初に来るわけです。定款の作成認証が最初にありますよ。で定款にはどんなこと書くのとかいうのは、この後問題で実際出てきてますから、そこでまたお話し,しましょう。そうしましたら定管、定款の中に、発起人の氏名、住所はもちろん書かれております。で、その後の流れとしては、発起人、ちょっと発とだけ書きますが、発起人による、発起人による、による、 設立時株式、設立時株式というんです。設立前のね株式、ま設立前の株式というか設立した時のまあ株式のことですね。その設立時株式というんですが、ちょっとここでは長いので単に株式と書かせていただきます。発起人による株式の引き受け、これが次にやってきます。で引き受けというのはあの。 申し込みに対して割り当てをするということによって引き受けというものが確定するとね。で申し込んで割り当てをするねという形になっていきます。で発起人がつまり私は何株、えー、申し込みますね。私は何株申し込みます。私は何株申し込みますね。でそれに対して発起人のおあの過半ほ発起人の全員の一致でもってじゃああなたに何株割り当てますね。あなたに何株割り当てますね。申し込みに対する承諾に当たる行為を割り当てって言うんです。 申し込みに対する承諾だから、あなた何株お願いしますねその承諾に当たる行為を割り当て、申し込みと割り当てが一致すると、株式の引き受けというのが確定していくことになります。これだからね、発起人が、私何株申し込みますというふうに申し込んで,で、発起人全員の同意で、じゃああなたに何株割り当てますって言って、だから本当、内ちの中でやるということですね、私何株申し込みますって言ったら、発起人全員が、じゃああなたに何株割り当てましょうねえという形で、3人なら3人の発起人が、私10株 申し込みますで3人全員一致でじゃあ A さんに10株割り当てましょう。 で A が10株引き受けこの B さんが「私15株申し込みます」でそれとは ABC 全員で「じゃあ B さんに15株割り当てます」でこれで B が15株引き受けで C さんが例えば「私20株申し込みます」で ABC 全員で「じゃあ C さんあなたに20株割り当てます」というと C が20株引き受けっていうことになりますですからあの申し込みは一人でやるんですけど割り当ては保険に全員の同意でもって割り当てていくと、ね、で引き受けが確定しますよねそうしましたら次にやることがいわゆる変態設立事項 についてのの検査役の調査調変態設立事項について検査役の調査でこれあの変態設立事項って何っていうのもこの後やりますから。 でこの変態設立事故、変態設立事故ってものすごくへ,への方にあにアクセントを置く講師がたまにいるんですよで。なんでそんなに頑張っていつも発言してるんですかって聞くと、まあ、レックの講師にもいるんですが、司法書士にいいやいやあの,あの変態と間違えられると困るからですとかってあのすごくお,おっしゃる人がいるんですが別に、ね、変わった対応ってう意味ですから別にあのそのままあのアクセント頭につけずに読めますよ。変態設立事故変態態設設立立事 事項についての検査役の調査についてのちょっと検査役というのを県だけと書いていきます。検査役の丸県、検査役の調査、これがあ,あるこれは必ず あるわけではないわけですよね変態設立事項というのは変わった対応の設立なので必ずしもこの変態設立事項というのがあの生ずるわけではないわけですですからこれは必ずあるというわけじゃないのでてん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 としておきますはい。そうしまして次に来るのが発起人の出資の履行です発起人の出資の履行を出資出資の履行ですね で、えー、払うということです。発起人があお金を払っていきますよ。まあ、ちょっと字が泳いでますね。まあちょっとあんまりきれいじゃないですが、出資の履行、ね。発起人がお金を払っていきます。で、ここまでは、えー 発起設立募集設立立募集共通とということになるわけですでそうしましたら、ちょっとここから、発起設立は左にぐーんと線を伸ばしまして、発起設立はその後何をするかというと、えー、ここら辺でいいかな、発起人による設立時役員、設立時役員、設立時役員ですね、設立時の役員、これを選任していくことになります。設立役員の選任 任設,立あ設立時役員の専任ということを行っていくことになります。でこの設立時役員って何で なんで設立時ってつけるのというふうによく質問されるんですが、これあの株式会社が設立登記されて会社が設立されると設立時役員のそのまま役員になりますね。役員というのは取締役、監査役、会計監業のことを通常指していくんですが、取締役、監査役、会計監業ね。で、えー、設立時役員とわざわざ設立時という名前をつけているのは、それはあのまだ会社が誕生してないから正規の役員にはなっていない。 けどもそのまま会社が誕生したらその設立時役員がそのまま役員としてスライドしていくね。だから設立時の設立時が取れるってことですね。設立時役員の A さん B さん C さんね。設立前までは設立時役員って言われていたのが設立登記されると単なる役員ということになってきますもちろん設立時取締役設立時監査役設立時会計参与などとこの役員というのは総称ですから具体的には設立時取締役設立時監査役設立時会計参与などとね。 ふうに正式には呼んでいくことになるわけですでこれ誰が選ぶかというと発起人が選びますね発起人が、えー、役員を選んでそしてその後その後の流れとしましてはでこれ、えー、ここはちょっと共通だから真ん中に書きますと設立時、えー、設立時取設立時取締役ね設立時取締役 丸取りと書きますが、取締役などによるなどによる設立手続きの調査調査を。 私ちょっと今日朝からあんまりご飯食べてないから、ちょっと手が震えてるのが、アルチューじゃないんですよ、アルチューじゃないんですよ、あの手が震えているの,あの低血糖になると、私、ちょっと手震えるんですよね、ご飯が、ちょっとあんまり今日あんまり朝もお昼も質問等で食べてなかったので、大丈夫です、あの別にあのアルチューではありませんから、ちょっと手が震えてるのがね、あの自己映像みたいに、ね、昔あの、こうやって手を押さえながら書いていたら、先生、大丈夫ですかと言われたんですけど、別にあのあの大,丈夫大丈夫ですからでこれ、この手続きが、この,あダメだこれこの手続き、もうちょっと長くしないとダメだめだきは あ設立時あの取締役等による設立手続きの調査手続きというのは発起設立と募集設立に共通してかかるからちょっと太くこう大きく書いておきましょう共通して募集と発起設立両方にかかってくるねそして最後が設立登記ということになるわけですで設立登記によって会社が誕生しますでこれも両方にかかるのでちょっと広く書いていきますとこれで これで会社が誕生しますよ、ね、これが発起設立の簡単な流れということになっていくわけです、だから上からもう一回見ますと、定款の作成、認証、発起人による株式の引き受け、で変態設立事項があれば、変態設立事項についての検査役の調査、一個一個話しますからね、そして発起人の出資の履行、そしてその後発起人によって、設立時役員を選任して、もちろん設立時役員というのは、設立時監査役、設立時取締役、設立時会計参与などのことです。 そしてその設立時取締役等によって設立手続きを調査しそれを報告するという手続きが必要ですそして最後設立登記によって感謝が誕生するこれが発起設立のまず大きな流れとなっていくわけなんですねじゃあ,あのこちらの間のところに募集設立の流れを書いていきましょうでちょっと書くのが多くなっちゃって申し訳ないんですが発起,起,起設立の流れ でこちらが募集設立についての流れとで募集設立についてはですねまずやるのが、えー、設立時、募集株式の事項の決定ですね設立時、設立時、募集株式設立時募、募集、募集募集株式募集株式、設立時、募集株式。 で設立時募集株式というのはこれあの要するに発起人が引き受けた株式、えー、あの あまりあまりでね、他のその他の株式をこれから募集かけていくんですよね、その募集をかける株式のことを、設立時募集株式って言うんです要するに一般大衆に募集する、一般大衆から募集する、その募集する株式のことを、設立時募集株式と呼んでいきます、設立時募集株式に関する、に関する、関する、ね、募集事項の決定、えーまあ、ちょっと事項と書きますが、事項の決定と。 えー、事項の決定つまりどんな株式を何株いくらで、えー、あの発行するのかということを決定していく、ね、でど,どんな株式を何株いくらで、えー、発行するのかということを、えー、これは発起人全員の同意でもって決めていくということになりますあ詳しくは後でやりますからで、えー、何株、えー、いくらで、ね、募集しようかということを決めましたら続いて申し込みを募るんですよね。 で、ここで申し込みが入ります。申し込みが入ります。で、ちょっと端折ってますよ。申し込みする前にはもちろん募集活動というのがあるんですけれどもまあ、ちょっとそれ端折って申し込みが入って、そして申し込みに対する割り当てというものを行っていくんですよね。割り当てで要するに、あのあなたお願いします。という承諾にあたる行為ですね。 申し込みが入りました。じゃあ、あなた、お願いしますという割り当てをすると、これで引き受けが確定なんです。申し込みに対して割り当てがあると、引き受けが確定で、えー。引き受けが確定しましたら、続いて払い込みですよ。払い込みうう入るか払い込み、払い込みがああのその後になされまして、でこの払い込みは？ えー、発起人としての払い込みとは別にこの募集株式に応じて申し込んできてくれた人にがここで払い込みをするということですよ、えー、割申し込みをしてくれた人に割り当てをしてで払い込みをするで払い込みをしてもらったらいよいよ創立総会と,、ねえー、創立総会ということになっていきます。立、えー、立総会、えー、と創創創立総会会とを 創立総会を開催すると、でこの創立総会の中でこの役員の選任というのが行われていきますから、まあ、役員の責任あ選任も踏まえてここで創立総会を開催して。 あ間に合いましたね、総立総会の中で役員の選任は行うと、だからここの役員の選任はこ,こ,この中で行っていくということになるんですが、その後はもう同じです、お入りましたね、総、えー、立総会の後設立時、取締役等による調査で、えー、そして設立登記とつながっていくことになります。さあじゃあ、こういうあの流れで設立というのは、こっち募集か、募集というか。 募集設立は行われていきますよ。ということをまず大きく捉えていただいた上でですね。あの時にこちらに戻りながら問題解説しながら、これはここのことだよっていう話で説明をしていこうと思います。さあ、それではあのあの今から、じゃあ実際問題を解いてみますので、えまずは341問目から見ていきましょうか？341問目はいいいですか？ 株式会社の定款、一番最初に作るこの定款です、定款には当該株式会社の目的、称号、本店所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、並びに発起人の氏名、または名称、及び住所を記載、または記録しなければならない、はいえー、定款の絶対的記載事項は完璧に覚えましょうね、絶対的記載事項完璧に覚えていってほしいと思います、まず、えー、目的、称号、本店所在地、これ、最初の3つは合ってます。 目的称号本店所在地本店所在地は最小行政区画までで構いませんですから東京都新宿区に置く、えー、横浜市に置く、えー、市区町村長までで良いということですさあ,あこの3つは合ってるんですが資本金の額書きません、えー、資本金の額はそもそも定款記載事項ではない書いてもいいですよ書いてもいいですが書かなければならないという文脈からすると、えー、絶対に書かなきゃいけないという意味ですからその意味ではこれ罰です 資本金の金額を定価に書く会社はあるっちゃあるんですけど、えー、私たちは進めませんそれをやってしまうと資本金が動いてしまうとそのたびに定価変更していかなければいけなくなってしまいます動かすにはね資本金を動かすには変更するには定価変更手続きが必要になってしまうので非常にあの面倒くさいからですら当然資本金の額は書かないくていいんだったら書かないそしてえそもそも資本金の額っていくらでになるんでした これはあの、発起設立であれば、発起人が引き受けたこの株式についての払い込みの金額の合計額、ね、だから例えば1株1万円で1000株、発起人が全部で1000株引き受けたのであれば、1 0万円、1000万円が払い込まれたということになります。でえー、もし募集設立でしたら、発起人が払い込んだお金と、この募集に応じて、 あの申し込んで割り当てられた人が払い込んだ分、この発起人の出資分と、設立に募集株式についての出資分を足したもの、これが、資本金のまずはスタートの金額になると思ってみてください。いずれにしても、例えば、発起人の間で1株1万円で、1000株、発起人の間で引き受けたのであれば、発起設立だったら1000万円スタート。 で例えば、発起人で 1, 1株1万円で1000株引き受けてで募集に応じて例えば、1株2万円で1000株う申し込んでもらった発起人の出資のお金とこの募集時の出資のお金というのは別に同じ金額である必要はありませんから、まあ、今ちょっと高くしましたけれども発起人は1株1万円で1000株,株引き受けてトータルで1000万円、えー、払い込みがあった。でもそのの後募集の際には2 2万円で1000株募集にかけたらちゃんと申し込みが入って、えー、2000万円トータルであの申し込みによって割り当てがなされて払い込みまで済んだというのであれば1000万と2000万足した3000万円が募集設立の今の例だと資本金のスタートとなります。 ただし、これ実際後の問題で出てくるんですけど、そのうち2分の1については、資本金に計上しないということができましたよね。ですから、払い込まれたお金の合計金額、払い込まれたお金の合計金額から、2分の1については、資本金に計上せずに、 資本準備金というですから今の話で1株1万円で1000株発行して発起設立だったそして1000万円払い込まれた資本金は1000万スタートが原則なんですがうち500万円は資本金に計上しない入れない500万円は別のところに計上計上する資本準備金に計上するというふうにして500万円の資本金スタートにすることもできますよ。 最大2分の1だから別に2分の1にする必要はないので600万円資本金計上で400万円準備金に計上とかね700万円資本金に計上して300万円準備金の方に計上するというのでも構いません。さあでもどっちにしても資本金の金額は定款には書かないですね書かないね。はいじゃあ次 設立時発行株式の数、設立時発行株式だからこれは設立時に発行する株式ということですよで。設立時発行株式は設立登記すると単に株式と呼ばれるようになります。さあ設立時発行株式の総数ですね。発起設立だったらさっきの話だと一株一万円で一千株発起人の中で割り当てて、えーあのー、払い込んだっていうんだったら設立時発行株式は一千株ね。 で募集設立で例えば発起人の間で1000株引き受けて払い込んで募集でもう1000株募集によってあの申し込み割り当てがあって払い込まれたというのであればトータルで、えー、今の話だと2000株ということになるわけですでもこれはやはり定款には書かなくてよいということなんですそもそもねそもそもあの設立時発行株式の数を書いてしまうと非常に窮屈な状態になってしまうんですね。 どういうことかというと後でちょっと出てくるんですけど例えば、発起設立の場合設立時に発行する株式はすべて発起人が引き受けて発起人が払い込むんですがこれ払い込みをしなかった場合には失権してしまうという制度になっているこれ後で出てきますが払い込みをしなかった発起人としての払い込みをしないと一定の要件のもとに発起人の権利は失われてしまう。 となると、失権したお金払わないで失権してしまった分は減ってしまうんですよ。だから、1人100株で例えば1人,1人1000株で1人1000株じゃないや2人の発起人でスタートしましょうで1人500株、500株で1000株を発行しましょうというふうに計画してても実は A さんと B さんは400株と400株しか出資しなかったそうするとこれ200株失権してしまうということになるんです。 となると、最初1000株スタートで予定していたのに800株スタートということも起こりうる、ね。で、その時にもし定款に設立時の株式の数は1000株だって書いちゃうと、それ、定款の内容と相互が生じてしまう、ね。ですから、そうなった時にですに、ね、定款の作り直し等が必要になってきてしまいますから、そういったことを懸念して、最初から定款には書いておかない、ね。 募集設立でもそうですよ募集設立でもこの募集をかけたはいいんだけど全然申し込みが入らないとかねいうような場合にじゃあもうこれもう設立時の募集株式の募集総数は減らそうとかねいうふうにすることができるんですそうした結果最初当初予定していたの1000株募集かけて1000株申し込みが入ると見込んでたのに結局は800株しか入りませんでしたその場合にはじゃあもういい800株見切りスタートで800株だけでいいというふうに考えるのであればここやはり当初考えていた設立時の 発行株式の数が、えーね、実際のものと変わる可能性がある、ね、だから定款には書いておかないというふうふに思っておいてくださいさあそして3つ、まあ、合っていて資本金と設立時発行株式の数は×でしょでその後は発起人の氏名または名称及び住所これはあの合ってます、ね、これは発起人の氏名名称及び住所を記載すると発起人の人数は1名以上、ね、昔は7人以上だったんですが今は1名以上、ね。で 発起人は、定款に氏名名称及び住所を記載していくことが必要になります。じゃあ、あと残り2つ、定款の絶対的記載事項ありましたね、定款に絶対書いておかなきゃいけないのは、あと2つです、覚えてるかな、発起人の,あの、えー、あ会社の目的、称号、本店、所在地、そして設立に際して出資される財産の価格、またはその最低額って。 設立に際して出資される財産の価格え。またはその最低額あ2つじゃないや1つだった。設立に際して出資される財産の価格ね。設立時に財産がえ何いくら出資されますか？またはその最低額。 で、ここであの最低額表記を我々は実務でもって定款を作成するときには、依頼人に、えー、一応あのー、お勧めしてます。最低額っていうふうな形にしておけば、それを割り込まない限りは定款と実際が齟齬が生じないわけなんですね。でも、設立に際して出資される財産の価格っていうふうに言い切っちゃうとね。先ほど言ったみたいに執権したことによって、あのー。 設立に際して出資される財産の価格が減ってしまった時定款を作り直さなければいけなくなるという事態になってしまうことがあるんです。ですからそうならないように、ね、あの全部お金が払い込まれたら3000万でスタートできるんだけど一応念のため最低2000万っていうふうにしておこうとかねいうふうな形を定款に書いておけばそごが生じなくて済むということになります。さあ設立に際して出資される財産の価格またはその最低額これが定款の最後の絶対的再事項。 で今回はですから1番は罰足ということになっていきます。じゃあ2番いきますよえ。金銭以外の財産を出資する場合には株式会社の定款においてそのものの氏名または名称当該財産及び価格並びにそのものに対して割り当てる設立で発行株式の数を記載または記録しなければその効力を生じない。はい、金銭以外の財産を出資することを 現物出資と呼んでいったわけです。えー、現物出資金銭以外の財産を出資することを現物出資というふうに呼んでいきます。で現物出資は、変態設立事項の一つに数えられているわけです。で変態設立事項というのは、変わった対応の設立と書きましたが、これ、全部で四種類あるんですね。四種類。四種類。ちょっと口頭で申し上げますと、現物出資、現物出資、で財産引き受け、財産引き受け。 えー、そして、発起人が受ける報酬その他特別利益発起人が受ける報酬その他特別利益そして、設立費用でしたね、えー、現物出資、財産引き受け発起人があ受ける特別書きましょうか、えーあのー、ちょっと書いていくと現物出資、変態設立事項ですね。えー、現現物う現物出資現物出資資 で、えー、財産引き受け、け財産、えー、引き受け、財産、財産引き受け、けで、財産引き受け、け発起人が受ける、えー、報酬、発起人が受ける報酬,報酬その他、特別な利益、報酬その他、えー、その他、特別利益、特別利益。 特別利益、それから設立費用ということになりますね、設立費用を、でこれはどういう特徴がありましたいずれも設立当初の会社の財産的基盤を危うくする可能性がある行為なんです。はい 1>, 1株1万円お金を払って株主になれますよ設立時発行株式の払い込み金額は例えば1株1万円ですよただ10株引き受けた人は 10, 10万円を払っていくということになるわけですが。 ところが、ですねその10株引き受けた人がその10万円の代わりに10万円と評価されるその例えば、宝石でもって現物出資します、現物出資というのは現金ではなく現物でもって出資するということですで、10万円の現金に変えて10万円の価値がある宝石で出資しますという場合、これ、なぜ設立当初の会社の財産的基盤がこれによって危うくなってしまうか。 つまり評価が甘い可能性があるからなんです、評価が甘い、10万円と評価したけど、実際には8万の価値しかなかった、そしたら10万分の株式を上げちゃってるのに、払い込まれた,払い込まれたというか、出資された宝石は8万の価値しかない、つまり10万分の株式を発行しておきながら、払い込まれたお金が10万に届かない。 お金とかか現物が10万に届かない、ね、そうすると設立当初の会社の財産的基盤が赤字になってしまうっ、ね、そういうことを心配して変態設立事項と位置づけたということなんです。で財産引き受けこれ何でした設立を停止条件とする売買ですよね。 えー、いわゆる設立を停止条件として設立中の会社が物を買う買い主となる売買のことを指すわけです。財産引き受け設立を条件として工場用地を買うとかねそれからあ,あとは原材料を先に買っておくとかそれから、あのー、拠点となる、ね、建物を買っておく、えー、工場用地の土地を買っておく。 で設立を条件とする売買で会社側が飼い主側になることを財産引き受けと呼んだんだですでこれがなぜ財産的基盤を危うくする危険性をはらんでいるかというと結局1000万円のお金を払って1000万のお金を払って土地を買ったんだけど実は買った土地が800万の価値しかなかった。 とというここが起こりうるからなんですつまり設立中の会社が1000万払うんですよ払って買った土地がなんと800万の価値しかなかったそうするともう設立当初から200万の赤字ですよそれを懸念して、えー、変態設立事項に位置づけたということになります、はい、もう一つ発起人が受ける報酬その他特別利益これはもうわかりやすいですねお手盛りですよで発起人一人当たりローにねぎり合うために設立、えー、あのされた暁には発起人一人当たり300万円の報酬を与えるとかね でえー、まあ発起設立だったら自分たちで払った金が自分たちに報酬として回ってくるだけだからまあいいとも言え,る言えなくはないんですけど、募集設立だと問題ですよね、他人から金集めておいて、その集めた金でもって、発起人が自分たちでお手盛りの報酬を受け取ってしまう、それはもう設立当初から結局財産がスカスカ全部発起人の懐に入っちゃったというようなことがあっては困るから、特別利益、例えばあの、の、えー、社宅などを、えー、無償で利用できるとかね。 そういうような会社の財産をやはりめべりさせる危険性のある行為を指しますはい、設立費用設立費用というのは設立にかかった経費です経費 例えばあの、第1回設立の話し合いの,あの,あのミーティングをしますとか言って、ね、お姉さんお姉さんのいるようなあの、えー、ところで飲み食いをしながらですねこれは設立の会合だと、ね、その、ね、飲み食いを一旦たん、保人が自腹切ります一旦たん、保人が自腹切るんだけどその飲み食いにかかったあ経費をこれは設立のお経費なんだと言って設立後の会社に請求する設立後の会社に払わせるそれをあの無条件に認めてしまうと結局、設立当初の お金からすスるルスルスルスルと、えー、あれは設立費用として私が自腹切ったものなんで返してもらいますという名目でどん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 お金が流出していってしまうね、えー、無駄遣いの尻拭いを設立後の会社にさせるわけにはいかないということであの変態設立事項に数えていくとでこの4つこの四つの共通項は何でした変態,変態設立事項は必ずういわゆる定款に記載をしていかなきゃいけないね。 原則として裁判所が選任する検査役の調査、裁判所が選任する検査役の調査というのを受けていかなければいけなかったわけです。で、何を調査してもらおうかというと、現物出資財産が適正ね、評価が適正化 10万円の現金に変えて10万円と評価した宝石をその現物出資しますでも本当にその10万の評価は適正ですかということを検査役に調査してもらうということですね1000万と評価した土地を1000万の現金の代わりにあの現物出資させますでもその1000万の評価がその適正ですかということを検査役に調査してもらう 財産引き受けも払う代金払いすぎじゃないですか、ね、本当にその工場用地として買った土地5000万円払って5000万の土地を買ったでも本当に5000万円ってこれあの適正価格ですかということを検査役に調査してもらうで続いて保険にがける報酬これも本当にその報酬適切ですかということを調査してもらう設立費用その設立費用を本当に会社に負担させるのが適当ですかということを調査してもらう、ね、ということだったわけです。 でも設立費にはちょっと例外がありましたよね設立費用については例外があったでこれちょっとやっぱり後の問題のところで出てくるんですけれどもあのちょっと次の342問目ちょっとご覧になってみてください342問目の A のところ 342問目の A の, A のところですね会社の設立に要する費用を会社が負担する場合には定款の認証手数料その他会社に損害を与えるものがないものを除いて損害を与える恐れがないものを除いて定款に記載または記録しなければその効力を生じないこれ設立費用のことですよ設立費用は定款に書いて検査役の調査を受けないといけないよだけど例外がある定款に書かなくてもいいし検査役の調査も受けなくていい 定款に書かなくていいし、かつ検索の調査も受けなくていい例外があ,のあるということになりますそれがここに書いてある定款の認証手数料、その他会社に損害を与える恐れがないもの、でこれ、ですね額が決まっているものなんです、額が決まってる、ね。つまり、無駄遣いの尻拭いをさせるわけにはいかないということであるならば誰がやっても額が決まっているものだったら無駄遣いにしようがない。 定款の手数料、認証手数料、これはもう公証役場で決まってます、えー、まあ約10万とか、まあ、電子認証とかだとちょっと変わりますけれども、えー、まあ約10万ほどっていう相場ですね、大体。で、それからあのここに書いていませんが、その他損害を与える恐れがないものというのに、設立登記の登録免許税なども含まれます、設立登記の登録免許税。 それからあとはあの額が決まっているものだから定款に書かなくてもいいし検査役の調査を受けなくていいものとしてそうです、ね、あの検査にに払う報酬検検査役に検査してもらうにあたって検査役に報酬払っていかなきゃいけないんですよ。 検査役って誰が選ばれるかというとね、あの弁護士さん、えー、東京都だったら大体、検査役はもう弁護士さんが選ばれるということになります。で地方だと面白いんですが、司法書士が選ばれるんですよ。<laughs> 地方だと弁護士さんがやっぱり過疎地域が多いですから、その司法書士が検査役を務めるって話はよく聞きます。ですが、あの、えー、大体、ね、この都内ですとか、まあ、首都圏、都々の、まあ、弁護士さんが多いところでは、えー、弁護士さんが選ばれると。で弁護士さんがあ約1ヶ月間ぐらいかけてこの、えー 変態設立事項について調査をするでその報酬は一旦た発起人が自腹切ってその後設立後の会社から返してもらうということになりますでこの発起人に払う報酬は額が決まっているから無駄遣いということがありえないのでこれは定款に書かなくてもそして検索の調査をその点受けなくてもあの設立後の会社から返してもらえると。 きますよあの変態設立事項というのは会社設立後に会社財産を危うくする可能性のある行為を指し、えー、変態設立事項については、えー、現物出資、財産引き受け保機人が受ける報酬その他特別利益設立費用の4つがあるこの4つについて必要な手続きは必ず詳細を定款に書いとけとそして本当にその額が妥当かどうかの検査役の調査を受けろと。 いうことが基本的に求められているということだったわけですさあ、定款に記載をしそして額の適正について検査役の調査を受けていくということが必要になる さあそこについてもう一度問題戻りましょう341問目で何を話してたかというと2番ですよ金銭以外の財産を出資する場合には株式会社の定款においてそのものの氏名または名称当該財産およびその価格並びにそのものに対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録し,ていな,ければしなければその効力を生じないこれはだから要するに現物出資をするんだったら定款に書いとけよ で、定価に書いとく内容は、その、誰が何を現物出資して、その評価額はいくらなのか、で、そいつに何株株式あげるのかっていうことを記載しなきゃダメ。で、この、 え、現物出資者は必ず発起人に限られましたよね。必ず発起人に限られる。発起人しか現物出資は認めていかないということだったわけです。これ、発起設立、募集設立共通です。発起設立、募集設立ともに現物出資は発起人でなければできないよ。で、その誰がね、何を現物出資して、そいつは、え、誰なのかね、え、あの、誰が何を現物出資して、その人に何株、株式を与え、そしてその現物出資財産の評価額はいくらなのか。 ちなみに評価額決めるのは誰ですかこれ定款の内容を決めるのは発起人全員の同意なので結局、発起人全員が評価額を決めるということになっていきます発起人全員が評価額を決めていくとですから2番は丸ということになるわけです。 さあ、それでは続いて3番。発起人は、その引き受けた設立で発行株式について、その出資にかかる金銭の全額を払い込み、またはその出資にかかる金銭以外の財産の全部を給付したときに、設立で発行株式の株主となる。はい。発起人は、引き受けた株式について、出資の、お 払い込みまあさっき書いたこの出資の払い込みですねここですね払い込みでまた保険人が現物出資するんだったらこの段階で現物出資財産の給付給付というのはまあ引き渡しに相当するものですを、えー、した時に設立時発行株式の株主になりますかならないよね株主になるのは設立当期の時ですよ設立当期によって会社が誕生して初めて株式が誕生して株主になるんですから、えー、よって株主に なるというこの,あのところが間違いですので出資を履行した時ではなく設立登記の時ですよ、バツと。はい、じゃあ4番、設立で募集株式の引き受け人がその引き受けた設立で募集株式にかかる出資を履行していない場合には株主は訴えの方法により当該株式会社の設立の取り消しを請求することができる。 そもそも前,前からいきますと、設立時募集株式の引き受け人というのは、ここね、設立時募集株式にの募集に応じて申し込んできて割り当てられた人のことですね、設立時募集株式の引き受け人というのは、募集設立で募集に応じて申し込んできて割り当てられた人、割り当てられると引き受けというふうに呼ばれていくわけです。割り当てによって引き受けが確定する。 で引き受け人と呼ばれていく。それまでは申し込み人だったのが引き受け人になるでその引き受けた設立で募集株式にかかる出資を次に履行させるんですがこの履行していない場合には実は当然失権といって、えー、権利を失ってしまうことになります。でこの場合、 株主は訴えの方法により当該株式会社の設立取り消しを請求することができるという後半はもう全然、ババツバツもうあのそもそも出資を履行しない場合にはこれ、えー、引き受け人は当然失権ですから。えー 基本的にもうう権利を失うだけ以上おしまいいととこなんですで,ですから訴えをおお起こしていく必要もないでさらに、もっと言っちゃいますと設立取消しっていうのは実は株式会社にはないんですこれ設立取消しっていうのがそもそも株式会社には存在しないで持ち分会社にしか設立取消しの訴えというのはないんですねあんまりちょっとここでは詳しく説明しませんが設立取消しという制度は株式会社にはそもそも適用されないので、えー、この後半はもうそういった意味でもあ全然間違っている、ね、ということに なっていきますさあそれではえ続いて、えー、5番ですね、発起設立または募集設立のいずれの手続きにおいても設立時取締役の選任は、総理総会の決議によって行わなければならない、はい、えー、こちらですね、あの総理総会で、えー、取締役を選任するのは、募集設立の場合です。 創立総会で設立時役員、設立時取締役、設立時監査役、設立時会計参与などは創立総会で選ぶですが、発起設立では発起人が選びます発起人が選びますので発起人によって選ばれていくので、まあ、そもそも創立総会がありませんから。 5番の冒頭、発起設立、または募集設立のいずれの手続きにおいても、これ、発起設立について誤りということになっていきます、募集設立については、合っているということになっていくわけです。さあ、それではじゃあ、この問題、そうなりますと、正しいものは1つ、2番、ね、ということになります。まあ、これはあの、ぼつわ足になるようなものはないかなと思いますので、どの足もちゃんと見といていただくといいのかなと。じゃあ、342問目いきましょう。問目 株式会社の設立に関する次からあからおまでの記述のうち妥当ではないものの組み合わせはどれかあ、発起人以外の設立時募集株式の引き受け人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合にはそのものの氏名または名称目的となる財産およびその価格等を定款に記載または記録しなければその効力を生じないでそもそもこれ金銭以外の財産を出資の目的とするということからあ、現物出資だ現物出資だ。 現物出資することができるのはこれは発起人だけです。現物出資することができるのは発起人だけね。設立時募集株式の引き受け人何度も言いますが、設立時募集に応じて申し込んできて割り当てられた人これは設立時募集株式の引き受け人と言います。設立時募集株式の引き受け人は金銭出資のみですね。金銭出資のみ、えー、発起人だけが現物出資可能でそして この設立時募集株式の募集に応じて申し込んできて割り当てられた引き受け人は金銭しか認められないですからこの1行目が間違ってる発起人以外の設立時募集株式の引き受け人が現物出資することがそもそもできないだから後半は現物出資について定款に記載しなきゃダメだよっていう変態設立事項である現物出資は定款に記載しなきゃダメだよっていうくだりですから何か合ってるように見えちゃうんですがこれは罰足ということになります。 じゃあ次、E。発起人が会社のために会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、これが財産引き受けだってことを気づかなきゃダメですよ。発起人が会社のために会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。 財産を買買いい受けるる売買契約で買い主になる場合には目的となる財産その価格および譲り渡し人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければその効力を生じない、はい、変態設立事項の財産引受けですねで財産引受けについても先ほど言ったとおり定款に必ず誰から何をいくらで買うのか定款に書いて原則として検査薬の調査が必要。 ですから誰から何をいくらで買うのか、ね、ということを定款に書きなさいと言っている「意は丸ということになっていきます。さあでは次「う」会社の成立により発起人が報酬その他特別の利益を受ける場合これも変態設立事項ですね。会社の成立により発起人が報酬その他特別の利益を受ける場合には報酬の額特別の利益の内容及び当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければその効力を生じない、はい、変態設立事項は定款に書きなさい。 えー、保険人が受ける報酬特別利益については誰がいくらどんな、えー、ものをもらうのかということを定款に書いておきなさいでは続いて、絵は先ほどやりました会社の設立費用こちらも基本的には定款に書いてそして検査役の,、えー、の調査を受ける。 ということになるんですが、ただ例外は先ほど言った通り、額が決まっているものは定款に書かなくても良いし、検査薬のに検証検査薬の調査も受けなくて良いということだったわけです。絵はま回るとでおなんですが、私は尾はこれあの行政書士の試験司法書士の試験でもこれ結構難しいと思うので、王はやらなくていいと思いますよ。で、そもそもこれあの？ あ、い、う、え、の4つの×〇〇〇だけで2番が正解だということは、組み合わせで、消去法で切れますので、あの、おが×だということを気づかなくても、これはあの切れますよね。ですから、これは、あの、あと、おを選ぶ2番が正解なんですが、おについてはちょっと説明を割愛させていただきたいと思います。事後設立についてですが、まあ、あの、これについてはちょっと割愛をいたしましょう。では、次に343問目、こちらをご覧になっていただいてですね、え、ー 妥当なものの組み合わせはどれかああです,とする時は発起人は設立時発行株式を引き受けるものの募集をする旨を定めようとするときは発起人は設立時発行株式を引き受けるものの募集をする旨を定めようとするときはその全員の同意を得なければならない、はいえー この手続きの流れの中で、設立時、募集株式について、何株いくらで募集かけようかってことを、発起人全員で決めなきゃいけませんかってことですね、この設立時、募集株式、だから何株いくらでいつまでに申し込んでもらいましょうかみたいな、そういうね、募集事項を決定するのは、発起人全員の同意が必要と、発起人の過半数一致では足りません。 全員の同意でもって、何株、いくらで、えー、いつまでにあの募集手続きをかけるか等々を決めていくと。でえー、これが、あ、ですね、ですから、あは丸ということになるわけです。はい、では、次、いい、三百四十三問目の、えー、いですね、三百四十三問目のいい。複数の発起人がいる場合において。 発起設立の各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが募集設立の発起人はそのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければよい設立時発行株式というのは設立時に発行する株式ってさっき言いました設立登記すると単に株式と呼ばれていくようになります設立登記によって設立時発行株式は単に株式と呼ばれていく設立時に発行する株式。 でこれは、発起人が1株以上引き受けなければいけないのは、発起設立でも、募集設立ででも同じとということです、えー、必ず定管で、えー、定款で、あ定款じゃなくて、あの発起人は1株以上ので、1株さえ引き受けていれば、A さんは1000株で、B さんは1株でっていうのは、それは構いません、でそれはですねあの、1株以上であれば良いということですから、上限はあのないわけなんですが。 えー、とにかく発起設立だろうが、募集設立だろうが、必ず1株以上の株式を引き受けていかなければいけない、でこれ、募集設立はそのうち少なくとも1名が設立時、発行株式を引き1株引き受ければいいというのは、ちょっとこれ、これこが間違いということになっていきます。さあそれででは続いてうなんですがう 発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても発行可能株式総数を定款で定めていない時には株式会社の成立の時までに定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない、はい、発行可能株式総数って何ですか発行可能株式総数。 これは、この会社が発行できる株式のマックスの数。この会社が発行できる株式のマックスの数です。で発行済み株式総数って言ったら、現にそのうち発行している株式の総数。発行可能株式総数、フルマックス発行する会社はまずありません。発行可能株式総数1万株。で現在の発行済み株式総数は3000株というようにね。 その発行可能株式総数、えー、ギリギリ一杯まで発行済みになってしまうという会社は珍しいだいたいこうあの遊びの部分余裕の部分を持たせて発行可能株式総数に対して発行済み現段階で発行している発行済み株式総数はその範囲内に収めていかなきゃいけない。 でこれ、定款に、じゃあ、うちの会社が将来的に発行できる最大マックスの数、発行可能株式総数を定款に定めておく必要があるのか。先ほど言ったあの 絶対的記載事項の中に含ままれてませんでしたよね、えー、定款の絶対的記載事項の中に含まれていない定款の絶対的記載事項は、えー、1問目でやった目的照合本店所在地設立に際して出資される財産の価格またはその最低額そして発起人の氏名,名称住所だったわけですからこれはの発行可能株式総数というのは、えー、最初の定款に書いてある必要はないんです。ただしこのうにある通り 発行可能株式総数を最初の定款で定める必要はないけれども設立登記の時までには決めてくれよっていうことなんですね。設立登記の時までは定款に盛り込んでくださいね。でこれ定款で定めていない場合、えー、設立登記までの間に定款を変更して、えー、発行可能株式総数の定めを設けていくことにが必要になります。でその決め方なんですが。 決め方はこれはあの実際に発起人の全員の同意によって定款を変更して、えー、これは発行可能株式総数を決める、発起人全員ですよ、発起人全員。でよく質問されるんですけどあのじゃあ、定款に発行可能株式総数最初から書いていた1万株とするというふうに書いていた場合に。えー まあ書かなくていいていいいいんですよじゃあ書いていた場合にそれを設立登記までの間に8000株とかまたは1万2000株とかに変更できますかこれできます、ね、書いていなかった場合に保助人全員の同意で定款を変更して新たにその定めを盛り込んでいっていいんですからもともと書いていた場合にそれを変えるのも同様の要件で OK ですねだから保助人全員の同意で変更することもできるよと。 書いていた場合に変更することもできるし書いていなかった場合にそれを新たに、ねえー、いわゆる新設,新設,、まあ新設です,ね、することもできるでそれは保給に全員の同意によってやらなければいけないただ、ですねこれうんちょっとここまでいっちゃう,と,そのうん、えー、と一応言いましょうかあの募集設立の時はちょっと注意が必要なんです。募集設立でこの払い込みが 払い込みが始まってしまった後この払い込みの期日が来てしまったと言った方がいいか払い込み期日って言ってこの日までに払い込んでねっていう期日が指定されるんですが払い込み期日が来てしまったまたは払い込み期間の初日が来てしまった払い込み期間というのはこの日から1週間以内に払ってくださいね1日から5日までの間に払ってくださいねというのが払い込み期間でです日日に払払いいい込込んくださねがみ期です。 で払い込み期日が来ちゃうかまたは払い込み期間の初日が到来してしまうと金払ってしまった方が出てくるわけですよね。ですからこの募集設立でこの金払ってしまった人が出た以上ですねもはや発起人全員の同意でもって発行可能株式総数を変えることは許されなくなくってしまうんです利害関係を持つに至った金払った人たちも混ぜてやれよっていうことですよ。 だから、えー、この払い込み期日または払い込み期間の初日を迎えてしまったあとは発行可能株式ソースを変えたければ創立総会で決めなければいけない創立総会で、えー、あの決めてね創立総会でみんないるところで決めてね、まあ、ちょっと今話したことは会社法96条なんて、ね、条文に書かれている内容です。さあそれではじゃあ戻りまして、えー あのうのところ見てみてください今の問題は丸足ということになりますでは343問目の絵絵ですね設立時取締役その他設立時役員等が選任されたとき、はい、設立時取締役その他設立時役員を選任するのは発起設立だと設立時役員の選任は発起人による選任 でえー、募集設立だと、創立総会による選任ということになります、はい、では、この、えー、役員が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行しまたその監査を行う、設立時役員は業務執行しません、業務執行しません、設立時役員がやることって言ったらですね えー、設立時取締役と設立時監査役の調査手続きこれぐらいですよ、設立時役員がやることって言ったらこの設立時取締役による調査これ後でちょっと説明しますが設立時取締役による調査これぐらいです、や,りやることで、えーあの、設立手続きの執行はこれはあの発起人の役割と、と発起人がやるべきこと。 取締役と選ぶはいいけれどもやることって言ったら設立時取締役と設立時監査役による調査手続きぐらいでこのじゃあ今話してましたからこの調査手続きって何やるんでした,何やる何やるでしたかこの調査手続き特に何も書いてないんですよね何も書いいてない調査手続きというのは結局あの今回の設立に何かですね問題がなかったかどうか。えー、定管の、あのあ、ー 設立手続きの遂行に何か問題がないかどうか、えー、ということを、えー、まずはあの調査していく、ね、つまり、設立手続きが法令定款に違反していないかとか、ね、あとはあの、例えば出資の履行が本当に全部完了しているかどうか出資の履行が完了しているのか誰か払ってないやついないのかとかあとは、あのまあ 変態設立事項絡みでいくつか調査事項があるんですが、ちょっとそれ細かいので今ここではあの一つ一つ言いませんが、まあ、要するに設立手続きに問題がないかどうかということを調査する、これが設立で取締役の役割ということになります。さあでは戻っていただいて A はだからバツですね、バツ。で O ですね、O については私これはあの、えー、議事発起人の話ですよね。えー、これについてはわ あの相当ハイレベルですよ、この問題司法書士試験でもこれ結構引っかかっちゃう人絶対たくさんいらっしゃると思います、すごいハイレベルな問題だなと思ったんですが、いや、いいと思いますよ、疑似発起人という言葉だけちょっと知っておくぐらい、疑似発起人というのは、発起人じゃないのに、発起人のような振る舞いをした人のことですね、で発起人じゃない、じゃあ、発起人かどうかってどこで決まるのよっていうのは、定款に発起人と書かれた人が発起人なんですよ。 定款に発起人と書かれた人が発起人なんですが、定款に発起人って書かれてないのに、あの発起人っぽく振る舞ったね、この議事発起人というわけなんです。で、この議事発起人の定義を知っておくぐらいでいいと思いますよ。で、この議事発起人には発起人に課されるのと同様の責任を負わせましょうねという制度があるんですが、発起人ではないのに発起人らしく振る舞った人、議事発起人に。 本来、発起人に課せられる責任を、えー、議事発起人にも課しますかっていう問題、でその募集設立はやっぱ人様巻き込んじゃってますからね、一般大衆からお金、えー、取ってしまっているので、えー、ほあの募集設立の場合にはやっぱり厳しくしたいんですよ。 いわゆる発起人が本来やるべきことをチャランプランでやらずにですねいろんなとこに方々に迷惑かけてしまったということであるならばそのやはりるるべべきき責任を取らせるべきですねでだから募集設立の場合には発起人には責任を課すのと同時に発起人っぽく振る舞った議事発起人にも同様の責任を課していく。ですが発起設立の場合には そそもそもいいいんんじゃねっていうことなんですよどうしてかというと自分たちで出した金でしょ、ね、で自分たちがチャランポラな、ね、あの振る舞いをしてなんか問題を発生させて損失が出てしまった損害を与えた、ね、と起こったとしても。 結局、その内わが金出して内輪で設立したわけですから、えー、そこまで厳しい責任を結局自分で金出した自分が損するだけですからね発起人の責任、えー、については疑似発起人にまでそれを拡大する必要はない。 一応発起人の責任はありますよ発起設立でも発起人には責任を課せられる場合はあるっちゃあるんですが、まあ、そ,こそこ細かいからそこは分からなくていいと思います。発起設立でも発起人に責任を負わせることはあるだけれども疑似発起人にまで責任を負わせるということはしなくていいんじゃない だってどうせ発起人内話でもって設立して人様に迷惑かけてるわけじゃないんだからいいんじゃないですか、ね。なのにこれ足の尾は発起設立または募集設立いずれの方法による場合だってもって言っちゃってるからこれはバツということになっていくわけなんです。まあいいと思いますかね王はね王あのあの捨て足でもいいのかなというふうには思っております。さあ答えはあとうえあとうを選ぶ一番ということになるわけですね。 さあ、それではじゃあ、続いて344問目、四十四問目にいきましょう。はい、えー、設立に対して、えー、正しいものの組み合わせ。はい、あです、あ。発起設立、または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。これ、さっきの問題と同じですね。必ず1株以上引き受けなければいけないので、丸ということになります。さあ、それでは、い。 株式会社の設立に際して作成される定款について交渉人の認証がない場合には株主、えー、取締役、監査役、執行役または生産人は訴えの方法,によって方法をもって当該株式会社の設立取り消しを請求することができる、好きですね、設立取り消,消しは株式会社ないね、ないからもうそこだけで切っちゃっていただいていいと思います。でちななみに,ちなみにです、ね、この交渉人の人認証がなかった、ね えという場合交渉人の認証がなかった、ねえー、という場合にはこの,あの設立取り消しではなく、まあ、でも交渉人の認証がないっていう場合はちょっと,、まあ、ちょっと考えにくいけどね、まあ、例えば、交渉人の認証がないというか定款自体が無効だったとか絶対的記載事項を書いていなかったとか、ね。 たたままににああるるんですよたまーにある、まあ、実務でやってて一番困っちゃうのがあの税理士さんが作ってくれたあの設立の定款で結構な確率で,確率でそのああ私3回ぐらいあの経験したことあるんですが税理士さんの方であの。 定款の認証まで、やっといたから、あと先生設立お願いって言われて。認証済みの定款ポンって渡されて、任されて、いあい受任してみたら、なんと。絶対的記載事項が抜けているとかね、絶対的記載事項抜けているのに、認証をもらっちゃってるっていう。で、認証するときに、公証人見ろよと思うんですけど。公証人って、大体おじいちゃんなんですよ。で、あま、そういうちょっとあれなんですけど、大体おじいちゃんで、あれ、検事さんとか、裁判官とか。それから、あの、まあ、の、定年退官されてから、公証人になられる、ね、そういうルートと、あともちろん、国家試験で。 公証人の試験というのもあるんですけどかつてね、公証人の試験で合格者って本当になんか10人いるかいないかぐらいしか合格者があの出ないって何年かおきにしか試験が行われないで司法書士、現役の司法書士の人が何,回か何人か公証人の試験に受かっているということは聞いたことがありますででもあの相当難関で,でほとんどがやめられた裁判官とか検事さんが公証になることが多いんですね。 でそうするとまあ大体お年なんですよでお年でで結構な確率おじいちゃんなんですねであの結構なあの、えー、年齢の方が多くてあの私この間それこそこの間自分の自分で作った定款の認証の時にそのいつもお願いしている交渉役場の、えー、いつもお願いしている交渉役場にち違う交渉人の先生にちょっと認証してもらったんですけどもんとしたも九十をとっくに超えてらっしゃるもう手がもうそれこそ手が震えて手が震えてでもこうこう,こうも持ってるのがこう,こ,うこういう状態になってでおおとかいう 言いなおおこれはー」みたいな感じの,あの発言をされてて「もう大丈夫かこのおじいちゃん」と思ってたんですけど結局あの「これはこの字は?」とか言って「読めないんですか?」みたいな,であのなんかこ,うこういう眼鏡うやってやってらっしゃって見てたんですけどもうなんかこうやってこうやって大丈夫なのかなと心配になっちゃったんですねで,でもあの一応その、えー、交渉人の二条案は問題なくですね。でその あと、最後にこの署名、猛暑で署名してくださるんですけど、その署名が、まあ、本当に震えていらっしゃってね。まあ、あの、よく、まあ、そこまでお年でよく働いていらっしゃるなと思って、まあ、そうか、それで、あの、関心なんですが。だから、結構の確率で、そのおじいちゃん、見逃しちゃうっていうことは、あの、やっぱあるのかもしれません。まあ、失礼な言い方してますけれども、で、それで、ゼリーさんが持ってきた、だから。 あの認証済みの定款に絶対的記載事項がないねえというようなことっていうのは3回ぐらいかつてあったんですそうするともうこれ作り直しになっちゃいますからもう1回ですね定款認証の費用がかかってしまうねでそれ作り直しの費用はどっち持ちかって言ったらそれは認証の時にえ間違った定款作っちゃったら税理士さん持ちになっちゃうんですねだから本当にあの税理士さんにとってもこれはね有識事態ですしでこちらとしてもね手続きの余計な時間かかっちゃいますからまああの 本当に定款作成からこっちに頼んでくれればななんていう,ふうに思ったりはしているんですがもちろん行政書士の先生も定款、ね、作られていらっしゃると思いますけれども私たちも設立登記の時に定款作るという仕事をするんですで、それであのじゃあ今の話で絶対的再事項を欠けちゃっている認証済み定款でもって設立登記が通ってしまった認証済み定款に絶対的再事項が欠けている設立登記が通ってしまった。 というような場合には設立取り消しの訴えではなくて設立無効の訴えっていう訴ええといいうを起ここしていくことになりますだからちょっとこの意の問題そのものじゃないんですけどこれは交渉人の認証がない場合で交渉人の認証がないっていうのはちょっと考えにくいんで。 交渉人のの認証ががないのに設立登記が通るってことはまずちょっとね登記官が気づきますからちょっとこれフィクションすぎるなとだからあえてあ,のありうるお話に置き換えるのであれば今言った認証はあるんだけれども定款の絶対的記載事項が欠けている定款の絶対的記載事項が欠けているでそれが見過ごされて登記が通ってしまったで登記が通ってしまったら一応設立はされてしまうわけです。じゃあそその後それに気がついた取締役や の役員は株主でもいいです設立無効の訴えというのを請求することができるでもいずれにしても設立取り消しではない設立取り消しは持ち分会社で必要,な必要というか起こる手続きということになっていきますちなみに設立取り消し簡単に説明するとあれですよあの、えー、設立に参加した社員、ね、持ち分会社だから設立に参加した社員の、えー、が、あのー、設立後にですね 医師無能力を主張して私設立に参加していた行為医師無能力で無効主張するとかとかですねそれから詐欺取り消しを主張するとかいわゆる。あの あそうでごめんなさい取り消しだからごめん、向こうじゃなくて取り消し主張だ、設立に参加していた社員が設立に参加する行為を詐欺取り消し、設立行為を詐欺取り消し、設立行為を錯誤取り消しと、とか設立行為を未成年取り消しとかそういうようなことして、えー、取り消しに主張をしたことによって で、その設立メンバーがだから変わっちゃうってことですよ。社員のねメンバーが変わってしまうね。abc で設立行為をして、abc が社員として会社が誕生したのに、設立後に a さんがいや。私実は設立手続き、あれ騙されたんで取り消しますね。というようなことを主張してしまうと、これ社員 abc から a が設立、えー、から抜けてしまうと。 で持ち分会社っていうのは人が誰ね社員が誰かっていうのが非常に重要な会社ですから株式会社と違いますよね株主さんが誰かというのはあまり会社にとってその大きなことではない株主の個性は重要視されていないわけですですが持ち分会社というのは社員の個性というものが非常に重要視されていく会社ですですのでそのメンバーが一人変わっちゃうということはえらいことなんですよだからこういった場合には設立取り消しの訴えを提起して設立そのものを取り消していくと いううことを認めていきましょう社員設立に加わった社員が設立行為を取り消しした場合意思表示の取り消しした場合この時設立取り消しの訴えを提起して設立そのものを取り消して白紙にしていくことができますよこれはもう社員が誰かっていうのが会社にとって非常に大きなことである持ち分会社に適用される制度ということになります。さあじゃあ株式についてはですからバツ じゃあ、う、いきましょう。現物出資財産について定款に記載または記録された価格が相当であることについて、えー、これ、検査役の調査をね、必要としますよね。現物出資財産等について定款に記載または記録された価格が相当であることについて、通常は、検査役の調査が必要なところ、例外として、えー、検査役の調査を省略できる場面というのがあったんです。はい、検査役の調査を省略できる場面。 これはさすがにやりましたちゃんと、えっ、ー、と現物出資と財産引き受け、えー、の例外です。 この現物出資、財産引き受け、発起人が受ける報酬、その他特別利益、設立費用は、皆、えー、定款に詳細を記載して、検査役の調査を受けると、いう,ふうに先ほど説明しましたところが、この頭2つ、現物出資と財産引き受けだけは、検査役の調査を省略できることが規定されているんです、検査役の調査を免れられる。 で私、検査役の調査の申し立て手続き1回あの、裁判所に申し立てて行ったことがあるんですがその検査役の調査まあねあのたらったらったらやるんですよ。 1>, 1ヶ月ぐらいかけて1ヶ月ぐらいかけて調査するんですよで早くスピーディーに調査しようがえ別にそのゆっくりやろうがもらえる報酬が同じだからですですからあの本当に1ヶ月ぐらいかかっちゃうそうするとスピーディーに設立したい人からすると勘弁してくれという状態になってしまうわけなんですねですからあの現物出資と財産引き受けに関しては検索の調査を免れることができる場合が4つあったわけです、ね、それちょっとコメントしていきますと。 まず、ですね少額、えー、財産の特例とかって、えー、いうわけなんですが、あのー、現物出資の評価額と、ね、財産引き受けの売買代金の金額これを足したものが500万円か、えー、現物出資財産のいわゆる評価額、ね、現物出資財産の評価額の合計ですよ。えー、例えばだから 300万と評価した車1台とそれから600万と評価した、えー、土地1個とだったらもう、えー、300万足す600万ということです。で評価額の合計に財産引き受けで支払う売買代金の金額も足していくことになります、えー、売買代金の金額も足していってその足したものが500万円以下足したものが500万円以下である場合これは小額財産などというふうに呼、ね、んでいくことになります。さあ その場合には、所詮500万だから、たとえ評価が甘かったとしても、まあ大事には至らないでしょうということから、奨学財産の特例にあたると、これ、検査役の調査を省略することができると、ね、検査役の調査を省略することができますよということだったわけです。さあ、そしてもう一つ、市場価格ある有価証券の場合、市場価格ある有価証券の、ちょっと えーとそうね、この2つ、えー、検査役の調査をこの2つに対して、現物出資とおいわゆる財産引き受けについて、検査役の調査を省略できる場合、調査省略が、えー、省略が可能な場合です、省略ができる場合、1位、少、え、額、ー、財産、少額財産の特例ね。 小学財産というのは先ほど言いました現物出資と財産引き受けの評価額と売買代金の合計が500万円以下の場合にこれは市場価格ある有価証券市場価格ある有価証券の特例と市場価格ある価格の価格ってこっちの価格でね市場価格ある有価証券 有価証券国債とか株とか有価証券の特例ということになってきます。あいいか、有価証券の特例,特例有価証券の場合で市場価格というのは例えばだから東京証券取引所に上場されている他社株を現物出資しますとかいう場合、ね、東京証券取引所に上場されている他社の株式をいわゆる現物出資しますね。ね なんでこの時、検査役の調査はいらないのっていうと例えば、一株1万円で、えー、あの取引されている他社の株式を一、えー、株1万円と評価して1万円の現金に変えて、えーあのー、現物出資します。ということであれば。 えー、有,有価いや誘加証券のか間違えて誘加証券の特例一、えー、株一万円のごめんなさい有償証券になっちゃってるこ一株一万円の値段がついている他社株を一万円と評価して一万円と評価して一万円の現金に変えて現物出資しますね例えばだからあの一株一万円と評価されている他社株を百株で百万の現金に変えて百株を現物出資します。 とということであれば市場価格で1万のお、まあ、値段がついているんだったらもう評価は適正なん,適正なんですよとかそれを1万円以下とお評価する分には評価は適正、ね、1万の値段がついているものを2万と評価しちゃダメですよ1万のお値段がついて売り買いされている株式なら株式を1万円以下と評価した場合にはこれ適正な評価額だということで本当に1万円あるのなんてことを検査役に調査させるまでもないということです。 有価証券で、えー、市場価格あるもの、その市場価格を超えない場合、ね、超えない場合の特例です。はい、じゃあ、続いて3つ目、三つ目、えー、検索の調査を省略できる3つ目が、今回の弁護士、税理士、公認会計士、えー、そしてそれぞれの法人、弁護士の法人は弁護士法人、えー、公認会計士の法人は監査法人と言います、税理士の法人は税理士法人が、価格の相当性についての証明をしてくれた場合。 え弁護士等と書きますがあ弁護士等の,等の、えー、証,明証明がある場合の特例です。でこの証明というのは結局、ね、検査役が調査することと同じことを弁護士にやってもらうということです。弁護士、税理士、公認会計士またはそれぞれの法人に同じことを害虫するということです。 さっき言った検査役に裁判所に選んでもらった検査役にやらせるとまあちんたらちんたら長くかかっちゃいますからで早く設立したい場合には不向きだったらその弁護士さん外部の弁護士さんや税理士さんや公認会計士さんにもうとにかく報酬弾むからスピーディーに調査してほしいというふうに頼んで価格の相当性ね本当にこれを300万円と評価した車が300万の価値あるのか、ね、1000万円払って買う買うこの土地が1000万円の価値があるのか、ね。 現物出資と財産引き受けの評価額と支払い代金ですね、えー、そこをしっかりと調査してもらうで、そして問題ないという証明書を書いてもらうと、ね、そうすると検索役の調査を省けるよ、免れるよということになるわけです、ただしこの場合ですね、えー、もし現物出資財産が不動産だった場合には要注意、不動産だった場合には順番として、いきなり弁護士のところ行っちゃダメです、えー、不動産だった場合にはまず不動産鑑定士のところ行きます。 不動産鑑定士さんに、まず鑑定評価書っていうのを書いてもらって、不動産鑑定士さんに鑑定評価書書いてもらって、その鑑定評価書を持って弁護士、または税理士、または公認会計士のところに行きます。で、鑑定評価書を渡して、これで相当性の証明をしてください。というふうに頼み、頼んでいくことになります。そうすると弁護士さんは、その鑑定評価証明書、鑑定書、ね、あの参考に、その価格が相当かどうかを、証明書を書いてくれると。で、えー、この、 ように検査役に調査してもらうことと同じことを弁護士や税理士、公認会計士またはそれぞれの法人、ね、弁護士法人、税理士法人監査法人にあの調査を外注して依頼して証明書を書いてもらうでこれがあれば検査役の調査を省略できるということだったわけです。さああのちなみに発起人が受ける報酬その他特別利益と設立費用に関してはあのこういった例外はありませんからね。 まあ、さっき設立費用でそもそも設立費用で額が決まっているものは検索の調査いらないって言いましたけど、まああのー、基本的にこの報酬その他特別利益設立費用は基本的に、あのー、検索の調査必要と思っておいてください。さあそれでは えー、戻っていただいて、だから、うは丸ということですね、えー、もう一回読むと、えー、現物出資財産等について、定款に記載または記録された価格が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、または税理士法人の証明、かっこ、現物出資財産等が不動産である場合には、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合には、現物出資財産等については、検査役による調査を要しないで、現物出資財産等ってなってるのは、この財産非受権を含んでるから、等なんですよ。 現物出資と財産引き受け合わせてのお話になります。さあそれではじゃあ続いてえ,えこれはちょっとね、ま、ず難しいと思いますよ。あの株式会社が、まあ、ちょっと私はこれ捨て足だと思うんですが捨て足だと思うんですが一応説明すると株式会社が成立しなかったときは発起人及び設立時役員等は連帯して株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。これあの要するに設立が 頓挫してしまって、結局設立できませんでした。じゃあ、その設立できなかった。じゃあ、今までかけた費用、ね、これ誰が負担するのというのは、これ、発起人が負担しなさい、ね。発起人が負担しなさいということです。設立で役員は負担させられません。罰です。罰。はい、じゃあ次。 発起設立または募集設立のいずれ前であっても、発起人は設立に発行株式を引き受けた発起人、発、えー、起人は設立に発行株式を引き受けた発起人または設立時、募集株式の引き受け人による払い込みの取り扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。これ、あの払い込み金保管証明書、払い込み金保管証明書、いわゆる銀行に発行してもらう。 出資金が払い込ままれてますよ、ちゃんと私そのお金保管してますよっていう払い込み金保管証明書っていうのを銀行に書いてもらうよう請求することができますかこれはですね、キ設立の場合には請求できません。どうせ仲間ちで内う々ちうちで設立してんだからそ,のあの、えー、そんな保管払い込み金保管証明書なんていらない。 これつまり誰かが持ち逃げしてしまったような場合、ね、持ち逃げしてしまった発起設立で発起人がお金出したそれを発起人が一人が、ね、みんな裏切って持ち逃げしちゃったっ、ね、でと。 あのなんだよっていうことになるんですけどでもよく考えてみれば内、ね、々うちうちで補給、えー、設立は仲間内で補給設立してるわけですから、まあ、そういう裏切り者が出て被害を被ることはあっても、まあ、ある意味自業自得仲間を選ばなかった自業自得ですからね、まあ、それはあの、えーまあ、自分たちがね あの一緒に組むべき相手を間違えたということで、まあしょうがないと言える。でところが募集設立で人様から集めたお金をですよ。人様から集めたお金をその誰かが持ち逃げしたなんてことになったこれえらい大変なことですよ。で、えー、さらにさらにですよ。おあのー、設立したはいいけれども結局どこにどう使われたのかわからなくて会社にすっかり出資金が残ってませんみたいな。 それこそ設立したはいいんだけど、あれあれおかしいな、本当はみんなから集めたお金総額1000万あるはずなのに、なぜかね、えー、あのないというようなことがあっては、これ人様からお金を集めた募集設立大変なことです。ですから募集設立の方だけちょっとその金銭についてはこの厳密に取り扱っていこう。具体的には、えー、預けた銀行にそのほ 払い込み金保管証明書というのを発行を求めてでこれはもう発行で請求できるというふうに法律で決まってますで銀行は拒めない拒めないですねで銀行が例えば私は1000万円お預かりしてますと、ね、1000万保管してますという保管証明書を書いて、えー、くれたとしましょうそしたらです、ね、これ銀行にとって保管証明書で保管証明した金額は絶対に設立登記まで引き出しに応じてはいけないんですね、えー 設立登記された時にその保管証明で証明した金額については絶対に設立登記までは引き出しに応じずに設立登記がされた後だったら引き出してますよ設立登記がされた後だったら引き出せるでさらに銀行としては設立登記された時に自分で証明した金額については引き出しに応じていかなきゃいけないんです。 持っっててませんってのもダメだ銀行が保管証明書で保管証明してしまった金額は設立登記後あの引き出しにその金額は絶対に応じていかなきゃいけない義務を銀行に課しているんです。だから 銀行はその義務があるがゆえに、ね、保管証明書で証明した金額については設立登記後だ運転資金として使うために引き出しをしてこようとしてきたあの取締役などに対していや私そ、ねいや、そんなお金持ってませんよ保管証明書で1000万るって書きましたけどいやそのお金持ってませんよだから引き出せませんよみたいなそういうことを言わせないそういう力を持っているんです。だからそれがが怖いがためにね 銀行がひとたび保管証明しちゃったら絶対設立登記後そのお金の引き出しに断れないんだからだから設立登記までは絶対引き出しに応じないんですよ絶対にねあの引き出しに応じちゃったら銀行がバカを見るからえ保管証明書で保管証明してしまったお金は設立登記後引き出しが請求されたら払い戻しが請求されたら払い戻して言ってもいいか払い戻しが請求されたら絶対に払い戻しに応じなきゃいけない義務を課すんです。持ってませんよ保管してまませせせんんよよ保しとは言わせない だから銀行としては保管証明書を書いてしまった以上は絶対に設立登記までは引き出しに応じませんこれによって、えー、発起人の持ち逃げ等をいわゆる防止できるんですよ持ち逃げ等、ね、だから募集設立の時だけ、えー、この払い込み金保管証明書の交付を請求することが認められていると、ねえー、で銀行は保管証明書を書かなきゃいけない義務を負う。 保管証明書で保管証明をした金額については絶対設立登記後払い戻しに応じなければいけない義務も銀行が負わされるということですさあじゃあ、発起設立の場合にはだから今の理由から保管証明書の交付請求はできませんよと。 ははいではこの問題、正しいものの組み合わせは、あと、うで1番ということになりますね、あと、うで1番です。はいじゃあ、次、345番いきましょう、ちょっともう時間,時間も時間、えー、345問目、株主となる者が、えー、設立時発行株式と引き換えに払い込み、または給付した財産の額は、その全額を資本金に計上することを要せず、その額の2分の1を超えない額を資本準備金として計上することができる。えー、払い込ままれたた総額または 現物資材産の評価額の総額が一応資本金になるんですがただしそのうち二分の一までは資本金としないことができる丸です。やりましたね。さあそして E 発起人は会社の成立後は錯誤詐欺または脅迫を理由として設立で発行株式の引き受けの取り消しをすることができないか、えー、会社の設立前ね設立前かつ株主としての権利行使前だったらできるんですよ。 会社設立前かつ株主としての権利行使前。株主としての権利行使前っていうのは創立総会に出席して議決権とか行使しちゃったらダメと。だから設立前かつ株主としての権利行使前だったらできるんですけど、設立後、または株主権行使後はダメです。設立後はダメ。い、丸です。はい、じゃあ次。えう、 設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行をしない場合には当該発起人は当然に設立時発行株式の株主となる権利を失う、えー、発起人が出資の履行をしない場合には当然失権ではありません当然失権ではないじゃあどうだったのかというと一旦一旦払わない発起人に対して、ね、他の発起人が2週間後の何月何日までに払いやがれって言ってまず通知するんですよ でその通知があったにもかかわらず払わないと初めて失、えー、権、発起人の中で払わない人が出てきたとき、えー、2週間後の何月何日までに払いなさいと通知をしてそれでも払わなかったときに失権、つまり、えー、当該発起人は当然に設立で発行株式の株主となる権利を失う設立時発行株式の株主となる権利というのは要するにつまりあの株主となる権利のことですよ、株主となる権利を失うよ、当然には失わないから罰ということになります。 当然に失うのは設立時募集株式の引き受け人が金払わなかった場合です。設立時募集株式の引き受け人がお金払わなかった場合には当然に失権してしまうということになりますのでそこちょっと注意をしておいてください。えー、設立時募集株式ここねあのここねって言ってます。ごめんなさいあれあの先ほどの ああの設立時、募集株式のねこの払い込みをしないと当然失権な、もう2週間の猶予とかそんなの全く与えられてもらえないと、ね、いうことになりますからそこの違いです。さあではあ、えーえー、いきましょう A はいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、い,いや、発起人または設立で募集株式の引き受け人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計額が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価格またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立で取締役は連帯してその不足額を払い込む義務を負う、で先ほど言ったあの、えー、定款に絶対に書かなきゃいけない、絶対的記載事項の中に、 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額っていうのがあった。で、最低額にしといた方があのあのいいよって言ったんですけど、最低額にしておいたところで結局失権してしまった人が出ちゃったりして、その払い込まれた財産額が最低額に満たない場合、えー、満たない場合には結局これ定款作り直さなきゃいけないんですよ。定款最初から作り直してもっと最低額を下げていくか、それとも 満たないのだったら誰かにもっと追加出資させるか、ね、ということが必要ですのであのこのような発起人及び設立時取締役は連帯して不足額を払い込む責任ということはあの、えー、特にこちら規定されていないでも、これ引っかけですね、引っ掛けですね、絵、まあ、についてはちょっと難しいからあのこれはあのやらなくてもいいと思いますけどね。 まあ o、に行きましょう設立時発行株式の総数は設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、えー、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできないいわゆる4倍ルールいわゆるあの非公開会社非公開会社はこのルールに服さないんですが公開会社、えー、についてはこの発行可能株式総数の最低4分の 1, 最低4分の1 については設立時に発行していかなきゃいけないということです発行可能株式総数が1万だったら設立時には最低2500株以上発行していけよっていうね、いわゆる発行済みと発行可能数が1対3 になっていくでいわゆる4倍ルールというです、ね、ルールがあるということになりますで下ることができないんだから多い分には構わないんですよ、発行可能数1万で設立時に発行しようとするのは5000だったら別に4分の1どころの話じゃないですがその4分の1を下るだから4分の1以下にしなきゃいいんですから多い分には構いません。 さあそれではじゃあこれ問題は4番ですね、うとえが正解、う、誤って,、ね、誤ってるものか、えは判断しませんが、その消去法でもって、うとえになる4番ということになります。はい、じゃあ続きまして、346ページ。えー だんだんあのう後ろがあの,の問題はだいぶ繰り返しになりますからちょっと早め,早めていきます正しいものを一つ選びなさい、はい、1番設立時取締役は募集株式の払い込み期日または払い込み期間経過後設立登記の前までに創立総会を招集しなければならない先ほど言いました設立時取締役をやることは調査手続きぐらい、ね、設立手続きの調査ぐらいこういう,こういう設立の,あの業務執行はみんな発起人がやります、はい、2番 えー、創立総会においては、株主総会で認められている書面による議決権行使や、電磁的方法による議決権行使はできない、ね、書面投票、えーあのー、それからで電子投票、ねえー、電磁的方法による議決権、電子投票、ねえー、これ、いずれもできます。ねできますはい、3番 えー、創立総会における普通決議はあ、株主総会における普通決議と同じく、定款に別なの定めがない限り、議決権の過半数を有する設立利株主が出席し、出席した設立利株主の議決権の過半数の賛成により成立する。 まあちょっと行政書士の問題一通りやってみましたけどこの決議要件を覚えていかないと取れない問題って出てないんですよね、いいんじゃないですか、あの総理総会の決議要件ってちょっと特殊なんですよだからこれはちょっとはじいちゃってもいいかなとあ後ろにあの解説に書いてありますから覚えようというチャレンジする方はどうぞちょっと、まあ、これは暗記事項かなとね。ね では4番、えー、発起人、えー、設立時取締役または設立時監査役が株式会社の設立にあたり任務を怠り会社に損害を生じさせた場合には、総立総会の決議によっても会社に対する責任を免除することはできない、総、えー、立総会の決議で責任免除の規定はありません、総立総会の決議でもって、えー、責任を免除できるという規定はない、総株主の同意によって免除ができるのみ、ね、思っておいてください。 総株主の同意によって免除ができるのみだから四番が丸これが正しい足と、まあ、一応五番判断しますと創立総会の決議で定管が変更された場合には当該決議に反対した設立時株主は会社成立後において当該株式の買取を請求することができる創立総会の決議で定管変更ができるんですが,できるんですがその決議に反対したのに可決されちゃったなんだ可決しやがってっていうその反対に不満な設立時の株主さんは えー、自分の株式を時価で買い取れという株式買い取り請求ができますか、そんな規定はありません、そんな規定はありません、株式買い取り請求というのは、例えば合併に反対していたのに合併が可決されちゃったとかね、あのー、か会社の M&A である合併などに反対していたのに、えー、その合併が可決されちゃった、ふざけんな、ね、時価で買い取れというような場合には認められます、あと、譲渡制限規定があの設定されるのに反対していたのに、その譲渡制限規定が設定されちゃった、ね。 でえー、上等制限規定が設定されちゃったら自由に売り買いできなくなっちゃいますから、ね、そういった時に自家で買い取り上がれというのを言えるんですけどそれは創立総会決議の定款変更に反対したのに可決されちゃったっ、ね、気に食わねえという株主には認められていない、はい、ではこれ答えは4番、ね、ということになりますねじゃあどんどんいきましょう次347ページあーです347 34問。あ 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額、またはその最低額を記載または記録しなければならない。定款の絶対的最事項の一つですから、丸ですね。はい。 発起人は設立時発行株式の引き受け後、遅帯なくその引き受けた株式につきその出資にかかる金銭の全額を払い込みまたはその出資にかかる金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが発起人全員の同意があるときは登記登録その他権利の設定または、えー、移転を第三者に対抗するために必要な行為は株式会社の成立後にすることができるはいでですすこれですねあの金銭出資または現物出資財産の給付は絶対にあの設立登記前にしなきゃいけないんですよ。 だけどその例えば、現物出資で土地を引き渡したとしましょうで土地の登記名義はこれ以後、会社名義なんですよ、設立された会社の所有物になりますからで、現物出資財産の会社への所有権移転登記、年月日現物出資っていう、ね、原因でもって、えー、所有権移転登記するんですが、その会社に対するう所有権移転登記申請は設立登記後でいいよっていう。 そそうですね設立登記しなければ会社が誕生しない。会社が誕生しないのにその会社名義の移転登記はできるわけないんです。会社への移転登記は会社が世の中に誕生していなければ会社への所有権移転登記は申請できませんから登記申請については設立登記後でいい。会社のへの 移転登記ね、会社への財産の移転登記は会社の設立した後でもできますよ。でも金払ったり物渡したりするのは設立の前にやってくれよってことね。登記申請は設立の後でもいいよという問題です。はい。ううわね、これあのそのこのうんちゃらかんちゃらの前半のところの責任が何なのっていうのはちょっと難しいかなと思うんですが、これあの発起人はその引き受けた設立時発行株式について金銭の払い込みを仮装した場合。 仮に予想で仮想です。で仮想というのは払ってねえのに払ったことにしちゃったってことです。払ってないのに払ったことにしちゃった。当然、こんなことできるには、その保機人側で結託してなきゃダメですよ。ね、お互いその、その、もう、見て見ぬふりじゃない,ないですけど、その、A さんなら A さんが払ってないのに払ったことにしちゃう。ね、で、みんなけ結託して、そのまま設立手続きを続行してしまった。で、設立登記まで行っちゃった。で、これが設立登記後、判明した暁には、ね、あの、 設立、えー、あの仮想した出資にかかる金銭の全額を会社に対して支払い義務を負わされますよ当たり前です払わないで払わないで済ませるわけにはいかないので払ってないやつは払えよってねでこの義務は総株主の同意があれば免除することができますまあ、この保険人の責任系はだいたい総株主の同意によって免除可能だと思っておくといいですねはいじゃあ次へのところ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても発起人は払い込みの取り扱いをした銀行等に対して払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、あもうここで罰、発起設立の場合にはできなかった、さっきやりました。なのでえー こちらの記載もここだけで罰だとわかりますが一応読みますとこの証明書を交付した銀行等は当該証明書の記載が事実と異なることまたは当該金銭の返還に関して制限があることをもって成立後の会社に対抗することはできない自分が保管証明した金額については設立成立後の会社の払い戻しに絶対応じなきゃいけないからいやこれ実はこんなに持ってないんですよとかいやこんなに預かってないんですよとか1年間引き出さない約束してたんですよとかそういうようなことは設立後の会社に言えない対抗できない言えないとね 保管証明しした金額は払いいい戻しに応じざるを得ないととうことですさあでは、お、設立時発行株式の株主となる者が払い込みをした金銭の額及び給付した財産の額はその全額を資本金として計上しなければならないが設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限りその額の二分の一を超えない額を。 なんかおかしな部署ですね、剰余金として計上することができる、まず大体剰余金じゃないし、おまけに設立時発行株式の株主となるもの全員の同意なんていらないし、いらないし、ですからこれはもう二重の意味で間違い、いわゆる2分の1は資本準備金として計上することができるで、ちなみにこの資本準備金として計上することを決める権限は、発起人の全員の同意。発起人の、えー あの全員の同意によって決めていくことになります。保険人の全員の同意によって決めていくことになる。さあ続いて、えー、続いてではですね。あのちなみにちょろっとこれ私予習したときに気になったんですが、915ページ定款の絶対的記載事項。これちょっと注意してください。あの設立時の一番最初の原始定款というんですか。一番最初に作る原始定款の絶対的記載事項は、えー、丸六ありません。 えー、いわゆるこれはね、設立後の会社の定款の絶対に書かれている記載事項という意味でしょう、多分、目的、称号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価格またはその最低額、保険金の氏名または名称及び住所、1から5までが原始定款の絶対的記載事項で、6は先ほど言った通り、設立登記までの間に後から決めることができる。という意味で、原始定款のって言われたら6は入りませんから。 で、設立された会社の絶対的記載事項って言われたら、六も含んでいるということになりますので、ちょっとそこ注意をしてください。さあ、それでは、えー、あと二問かな。ちょっとごめんなさい。もう時間来ちゃってるんですけど、ちょっとせっかくですから、全部お話しします。三百四十八問。はい。あ、株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価格、またはその最低額を記載または記録しなければならない。えー、これは絶対的記載事項ですから、丸ですよね。はい。 発起人は設立時発行株式の引き受け後地帯なくその引き受けた設立時発行株式につき出資の履行をしなければならないがここまで OK です発起人全員の同意があるときは登記登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は株式会社の成立後にすることができる <laughs> さっきやりましたね、えー、丸ね。で、えー、こちらはいういきますねう,ういきますと次に発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲,譲渡 これ、長いんですけど、発起人が出資の履行をすることによって、設立時発行株式の株主となれる権利。というのは、つまり、発起人が金さえ払えば株主となれる権利ってことですよ。発起人が金払えば株主となれる権利を、会社設立前に他人に譲渡できますかあの、金さえ払えば株主となれる権利を他人に譲渡できますか というとこれは設立後の会社に対抗することができない。譲渡した当事者間では譲渡は有効なんですが対会社に対してはあの対抗できない。それはそうです。だって会社はだって A さんが金払って A さんが株主になる準備を今まさにとど準備してるのにね A さんがこのあとお金を払って A さんが初代株主になるように例えば株券発行会社だったら株券とかを作ってあげるための準備等々してるはずです。なのに A さんが、ね、いや あの金を払えば株主になれる権利 B に売ったからとか言って B があの株主になるからなんて言われたら会社としてはいやいや A さんが株主になるためにねいろいろ準備してたのにということになってしまうからですですからこれは譲としても会社に対抗できないよ。設立時募集株式の引き受け人のうち出資の履行していないものがある場合には発起人は出資の履行していない引き受け人に対して期日を定めその期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。 さっきやりましたね発起人には2週間の猶予、ね、で通知をしてもらえるということがありましたが設立時募集株式の引き受け人はもう払い込み期日に払わなかったら即失権 2, 2週間後までに払いやがれなんていう通知はしてもらえないということですではおお設立時募集株式の引き受け人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合はいもうここでアウト設立時募集株式の引き受け人は現物出資できません 現務中止できるのは発起人のみ、発起人のみ発起設立、募集設立ともに発起人のみです、ね。なのでこれはもう前半で×が確定、そうするとえっとをでもって答えは5番ですね。ごめんなさい、時間が来ちゃってるんですがちょっと最後1問、えー、349 34問見ておきましょう。 さあ,あこれね、私あの、もしかしたら皆さんにはちょっと難しいんじゃないかなと思いました、で重要度 B にもなってる、でも正度率高いね、じゃあちょっとやっていきましょうか、あと、いいあと,いあの、えーとね、株式会社の成立のときにおける現物出資財産の価格が当該現物出資財産について、定款に記載または記録された価格に著しく不足するとき。 発起および設立費取締役は当該株式会社に対し連帯して当該不足額を支払う義務を負いこの義務は総株主の同意によっても免除することはできない、はいえー、500万の価値があるというふうに評価してで500万だから少額財産ということであの検査役の調査も免れてで、えー、設立登記までこぎつけちゃったの。 ところが設立登記してよくよく調べてみたらなんだよ200万しかないじゃないか価値がっていうことが分かりましたじゃあその差額300万円どうしましょうかこれはもう結局発起人と取締役等に連帯して払わせますよで総株主の同意があれば免除ができますよ総株主の同意があっても免除できない罰ということになります、えー、いいですかあのこれねもももしそもそも 今の話だと少額財産に該当して検査役の調査を経なかった。で500万と評価して500万と評価して設立登記までこぎつけたんだけど、実際に設立登記後、もう1回調べてみたら200万の価値しかなかったという場合、300万の不足額を連帯して支払わせる責任を負いますよ。じゃ、今の話で原則通り検査役の調査を受けて。 で例1,000万の土地を、えー、検査役に1,000万円の評価が適切かっていうのを調査してもらってでそれで検査役が OK って言うからだから設立登記したところが設立登記後もう一回調査してみたらなんと300万しかなかったとかいう場合は実はこれ検査役も見抜けななかったってことこになります検査1,000万と評価が適切だと言ったのに実際には300万の土地だったでその検査役すらも評価が適切か見抜けなかったような場合にはこの 不足額、店舗責任というんですけど不足額、店舗責任は課せられません。課せられませんなぜかというと検査役ですら見抜けなかったんだから発起人や取締役等が見抜けなくても仕方がないその場合に不足額を連帯して払えというのはちょっとかわいそうなのでそれは免除ができるなんていうのも使用者試験では出るんですがちょ,ち,ょち,ょち,ょちょっと難しいね。まあ主の同意がああれれればば免除ででできるとといいいいううここを覚えておけばいいでしょうさあそれではじゃあ続いていこれも これもあれですよ総株主の同意によって免除することはできないだからバツなんですよこれ先ほどの出資の仮想払ってないのに払ったことにしちゃったっていうね。で、その場合には全額の払い込みを後からさせるんだけどその義務は総株主の同意によって免除ができますバツ。はいう 発起に設立時取締役または設立時監査役は株式会社の設立についてその任務を怠ったとき当該株式会社に対しこれによって生じた損害賠償する責任を負いこの責任は総株主の同意がなければ免除することはできないみんなこれ、総株主の同意に引っ掛けてますねであの、任務を怠ったことによって会社に損害を与えてしまったその場合にはその損害賠償をする責任を負い合ってます総株主の同意があれば免除可能です。丸ですはい、え続いてえ 発起人設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは当該発起人、設立時取り、設立時監査役はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。いいですかあの、任務下退によって会社に損害を与えたんだったら会社に対する賠償は全員の同意で免除可能です。でも 人様よそ様ねよそ様に損害を与えたのであればそのよそ様に与えた損害を何でか総株主の同意がその、ね、全員の同意があ,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 のあってもこれ免除できないんですよ、えー、書いてませんけどそれは第三者に生じた損害の賠償は総株主の同意があっても免除不可能なんていうのも一緒に覚えておくといいかもしれませんね第三者に与えた損害賠償は総株主の同意による免除はできませんよ。さあ,あそれでは 株式会社が成立しなかったとき、保険人は連帯して会社設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。これ丸。先ほど言った結局頓挫しちゃったという場合だったわけです。さあそれではちょっと最後駆け足になっちゃって申し訳ないんですが、でもあの一通りまあお話をしましたね。どうやらここでやはりあの皆さんに一番求められているのはあれですね。定款の絶対的最適をね。それからあのいわゆる設立時取締役をどこで選ぶのかとかね。減変態設立事項はそもそもなん なのかで変態設立事項は定款に記載して、えー、検査役の調査を受けるんだよところが現物出資と財産引き受けは検査役の調査を省略できる場合が認められているよそういったようなところを中心的にやっていくと割と繰り返し出されている感じがありますねあと会社に与えた損害の賠償責任等は基本的には総株主の同意で免除可能だけども第三者に与えた損害の賠償は免除不可能。 なんていうようなところも覚えておくと良さそうですねで、えー、こうやって毎年のように出てることを見ますと今年も出るんじゃないかと思いますのでなんとかねこの足の組み合わせで出てくれることを祈るばかりですまあ、皆さんにあの、えー、お役に立てるといいなと思いつつちょっと難しいところもあったかもしれないんですが、えー、何かご質問がありましたらね今あの聞いてくださっている方生の方のみで恐縮ですが、えー、この後ご質問お答えしますのでどうぞお声をおかけくださいそれではあの会社法の行政書士受験生の方の えー、会社法商法得点確率アップ大作戦の私の会ですね。会社設立についての会は以上で終了させていただこうと思います。ぜひ皆さんのいいあの結果をですね、えー、まあ報告しようとは言いませんけど、あのあ,あのね自分の講師の先生に報告をしてほ、えー、しいなと思います。それではじゃああの以上で、えー、講義終了していきます。皆さんご清聴どうもありがとうございました。